んにちは。49歳で出産したニューヨークのコリングでございます。前回のね動画でね、49歳、新米ママのコンプレックスというお話をさせていただいたんですけれども、ちょっと途中でねベビーちゃんが起きまして、授乳に行っていたんですけれども、ちょっとね気がつけばね30分ぐらいそのお話してたので、まああれはあれで一旦終了にします。ちょっと見てみたら自分の思いはとりあえずは伝えられてるかなって思ったので、あれはあれで終了します。それでですね、今さっき、ベビーちゃんに授乳をした後、授乳をしている時にねこちらが届きました。たばーん、アマゾン様から届いたんですね。実はこちらですね、アマゾンでベビーレジストリーを作ったんですけど、日本だとベビーレジストリーなかなか馴染みがないとは思うんですが、アメリカは合理的な国でベビーレジストリーっていうので、赤ちゃんが生まれるカップルが今後ね出産に向けてベビー用品をね揃えるのに結構お金がかかるということで、出産祝いという形でそのカップルが欲しがっているものをもうあらかじめレジストリーで作っておくんですね。これが必要、あれが必要、それをお友達や家族、身内が見て、そのカップルが必要としているものを出産祝いとして送ってあげるというね、すごいね、レジストリーがある。これベビーレジストリーだけじゃなくてウェディングレジストリーとかそういういろいろあるんですけど、その要はね出産祝いとか結婚祝いとかそういうものをね前もって欲しいものを無駄なくあげましょうという形でできてる。合理的ですよね。で、私たちもねベビーレジストリーを作ったんですけれども、このねレジストリーを作るときにいろんなところでね作れるわけですよ。これ過去動画にもね出したんですけれども、 Amazon とか、もうねアメリカ潰れちゃったんですけど、バイバイベイビーっていうね赤ちゃん専門グッズのお店があったんですけれども、そこでも作りたかったんですけどね、今年倒産してしまいましてね、そちらはね。で、他に大手のねスーパー百貨店、ウォルマートとかターゲットとかね、そういうところで私はね一応 Amazonターゲット、ウォルマートで作ったんですけど、ちょっとウォルマートはね、ニューヨークシティにね、ないので、まあ、作っただけ、作りっぱなしだったんですけど、あとね、ターゲットでも作ったんですけど、ターゲットでは、そのレジストリーを作ると、そこでね、サンプルの詰め合わせバッグとか、詰め合わせボックスがもらえるんですね。これはね、過去動画に上げてるので、ぜひよかったら見てください。そしてですね、Amazon でも私、Amazon の方をメインにね、ベイビーレジストリー作ってるんですけれども、こちらでも、そのね、レジストリーを作ったら、条件をクリアしたら、ウェルカムボックスみたいなものがもらえるんですけれども、これがやっといただけました。これもらうのにちょっと条件があって、このまずレジストリーを作る。で、そのレジストリー作ったら、そのレジストリーから10ドル以上のお買い上げがあって、しかも Amazon プライムのメンバーにならなければいけないということだったんですね。で、私 Amazon プライムのメンバーではなかったのでこれがもらえなかったんですけれども、ついにAmazon プライムのメンバーになりました。っていうのは、Amazon プライムって、なんか私、日本の Amazon ジャパンで、前回、今年の夏に帰った時に、Amazon の、Amazon ジャパンのアカウントも作って、日本でね、いろいろ結婚式に急に必要なものとかがね、出てきたので、Amazon ジャパンのアカウントを作ったら、1ヶ月間無料で Amazon プライムの会員になれたんですけど、日本の Amazon プライムの会員って月500円じゃないですか。なんですけど、アメリカのプライムメンバーの金額って月に 14.99 で15ドルぐらいですよね。結構高いわけですよ。ね、なのでそんな有料メンバーになってまでどうしてもそんな必要ってわけじゃなかったので、 Amazon プライムにならなかったんですけど、今回で Amazon プライムトライアルで無料でね1ヶ月間 Amazon プライム会員になれたので、早速 Amazon プライム会員になりまして、めでたく条件をクリアしたので、こちらの Amazon ベビーレジストリーのウェルカムボックスが
届いたというわけなんですね。やったー。ということで早速何が入っているのか皆様にもご表示いたしましょうということで、気になりますよね。Amazon プライムになってありがとう。イエース。あのこの時期ね、プライムメンバーになるのはなかなかいいなと思ったんですよ。というのもね、ほらホリデーシーズンじゃないですか。なんですけど、これちょっと落とし穴。Amazon プライムになってのメリットって、あの翌日配達してくれるじゃないですか。それで私プライム会メンバーになった後にすぐに、あの母乳がねもっとよく出るようにマザーズティーみたいなのをオーダーしたんですけど、ちょうど感謝祭の前日ぐらいに Amazon プライム会員になったので、あのなんかね、やっぱり感謝祭明けってブラックフライデーですっごいこう、あのオンラインショッピングも、あのサイバーマンデーとかもあったりして、すっごい忙しい時期に、まあ、ホリデーシーズン自体が忙しい時期にメンバーになってしまったので、あの感謝祭前にそのお茶ね、あのラクテーションティーをオーダーしたんですけれども、全然あのこうプライムメンバーなのに配達遅れます配達遅れますって、結局もうまた、もう本当は今日届く予定なんですけど、これと一緒にね、あのそのティーはねもう来週に引き延ばされますみたいな、なんかメンバーになったのに全然早く届かないみたいな。まあしょうがないですね、あのホリデーシーズンなのでね。じゃあとりあえずベビーレジストリーのギフト、何があの入ってるのか見てみたいじゃないですか。楽しみだな。やっともらえましたのでね。はーい、よし、じゃん。おー、すごい。これね、35ドル相当のものが入ってるってね書いてあったんです。あの前回ターゲットは100ドル相当って入ってたんですけど、まあターゲットのもね、なかなかね、哺乳瓶やらダイパーおむつですかねとか入ってて、でも100ドル入ったかなって感じでしたけど、こちらアマゾンはじゃーん、来ました。こんな可愛いね、あのバッグに入ってますよ。早速見てみようじゃないですか。すごいね、びっくりしたので、これちょっと嬉しい。ビタココ、おお、これ好きなんですよ、ココナッツウォーター。あのココナッツウォーターって、あの電気分解質が入ってるから飲んだ方が結構いいんですよね。妊婦とか、あと出産後もお水をたくさん飲めって言ったんですよ。私お水全然飲まないのでね、これでね水分補給。いいね、いいね、面白いね、アマゾンやるじゃん。そしてこれはなんだ。ニューボーンのスワドルが入ってる、あのこれおくるみよね、あのわお、超かわいい、嬉しい。もうあのちょっと、あうちのね息子ちゃんがね、昨日おとといで丸1ヶ月になっちゃったのでね、まだでも新生児の仲間っていう感じかな。でもこれニューボーンのね、あのいいね、スワドルかわいい。そしてあこれね、あ乳漏れパッドだわ、そういう感じですね。そして嬉しいね、あらバイバイラッシュなんて書いてあるけど、これはおむつのサンプル、おむつのサンプル嬉しいね、何枚もらってもおむつは嬉しい。お、これ来た、また来た、あのドクターブラウンズの哺乳瓶ね、これね、あの重宝してます。うちの子はこれ合うのでね、ラッキー。これでね、またでもね、ほらちょくちょくねボトル洗わなきゃいけないので嬉しいですね、これ。そしてあこれね、もっと早く欲しかったな、あの妊娠用のストレッチマークのね、あの予防のクリームと、でもまあまあまあいいか、乾燥してるからね、これね、いいね、嬉しい。これもやっぱりこれ早く届いてくれて嬉しかったけど、そしてあこれもさっきのね、あのパッドと一緒ですね。ほんでほんで、あこれもね、ドリップドロップディハイドレーションリレーフトファーストだから、これやっぱりあれですね、これもお水に溶かして飲むやつね。結構お水の飲まないから、こういうの入れて飲むのいいね、ありがたいね、これね。これでしょ、あ
これ嬉しい。洗剤のこれもね、赤ちゃん用の洗剤結構高いのよ。嬉しいわこれ、めちゃくちゃ嬉しい。赤ちゃん用の洗剤のね、あのサンプル嬉しいですね。結構いいの入ってんね、いろいろ。でこれはこれなんだ、また可愛いけど、なんだこれ、可愛い布だけど、あ、ボディースーツだって、すごい。下着かなんか、あ、可愛いな、下着かなんかだ、嬉しい。もう赤ちゃんさ、こまめに着替えるからね、嬉しい。可愛い柄だし嬉しい。そしてお、わ、もう一本哺乳瓶入ってました。2本哺乳瓶入ってるね、いいねいいね、嬉しいね。あとはまああのそれぞれのまあ説明みたいなね、あのクーポン券か、あーこれ写真のね、あこれもいいかも、 50% オフだから使わなきゃ、これでね、あこれもクリスマスが近いからクリスマスのオーナメントとかも作れるんですよこれ。あとね、グリーティングカードとか作れるから、これ 50% オフのクーポンいいねいいねいいね。まあこれもアマゾンのなんかクーポンみたいですね。あ嬉しい、これアマゾンからね、ありがとうみたいな感じですけど、わあ結構ボリュームあって、35ドル分嬉しいな。はい、こんな感じです。やったー、やっぱりこういうのってさ、もらえるべきものをもらっとくの嬉しいっすよね。アマゾン様ありがとうございます。今後もお世話になると思います。結構やっぱりね、なかなかね、あの新生児とか抱えて赤ちゃんとかいるとね、外に買い物に行けないので、アマゾン便利、ほんと便利。もうジョンさんはね、常連でね、なっちゃこちゃ大きいものジョンさんは買うんでね、もうそこにあるね、空気清浄機とかね、結構大物をガンガン買ってるんですけど、なのでね、前回の動画でもあげたんですけど、ジョンさん買うの好きなので買ってくるんですけど、うちね、物がね、多すぎるので片付かないんで、もうこのアパートね。本当はね、もう引っ越しとかしたいんですけれども、前回のね、動画見ていただいたらかなり愚痴ってますので、あの、ニューヨークシティのアパート事情とか語っちゃってんので、私の嘆きを聞いていただけたらと思いますが、嬉しい、これだけサンプルいただきました。早速サンプル使わせていただきます。ということで、今回は Amazon のベビーレジストリーでもらえるウェルカムボックス、ウェルカムバッグですね。のね、あの中身を公開いたしました。いや、これからね、あの出産を控えてる皆さんはベビーレジストリー作って、ぜひ無料のサンプル、無料ギフトバッグをゲットしてください。あ、これね、あの前回ね、あの無料のね、ターゲットのね、バッグをね、いただいた時にね、あの、やっぱりこれもいろんなね、あの配信難しいんですけど、ね、中にはね、そんな無料品をもらって、はしたないじゃないけど、なんて言われたのかな。意地汚いみたいなね、そんな意地汚くないですよ、これだってあの条件クリアしていただけるものだから、あのみんなそんな深く考えないで、でどうもね、他人さんのこと気にしちゃうと思うんですけど、こうやって多分こうね、無料のものをもらって、なんか日本のね、あの考え方だと、なんかそういう無料のものをもらっていい、お金のこと話すと良くないとか、そういうのがちょっとある感じなんですけど、だからね、私ね、 YouTube 配信とかでも再生回数狙いでやるなとかいろいろ言われちゃうんですけれども、いや、再生回数狙って配信できるんだったら、そんなもうとっくの昔狙ってるわけですよ。そんな再生回数狙って動画配信したからって、見られるものは見られるし、見られないものは見られないわけですよ。で、またちょっと愚痴になって嫌な、なるべくポジティブで終わらせた方が良かったんですけれども、再生回数とか、例えばね、私くしの45歳で出産とか、45歳からの育児とか、そういうタイトルが気に入らないですっていう方がいらっしゃったんですね。そうやって、あえて人を釣るようなタイトルをつけるの良くないですっていうコメント来たんですけれども、
それをつけなかったらその方も私の動画を見てくれなかったっていうことじゃないですか。やっぱり配信するからには見てもらえるようなタイトル、見てもらえるようなサムネイルを作らないと。なんで、なんでかわからないんですけど、そういう人を釣るような再生回数を稼ぐような行為が気に入らないですっていう方がいたんだけど、そんなことをやったってね、再生回数もさパッと上がるわけでもないし、ましてや他人のことだからいいんじゃねっていうところもあるんですけれども、まあ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 、どうしてもね、なんか人のねことを気にする人もいると思うんですけど、まあまあまあ、じゃあ、あと私はやっとAmazonのウェルカムバッグがもらえたので嬉しいということで終わりにしておこうと思います。よかった、めっちゃ嬉しいです。うん、これ35ドルぐらいあんのかな。いや、アマゾン様本当ありがとうございます。ということで、私も、ママになって1ヶ月ちょっとになりましたのでね、今後もこれ使って、本当にね、育児ね楽しいですよ。めちゃくちゃ楽しいです。大変なこともいっぱいあるんですけれどもね。うん、ニーニーかわいいのよ、本当に。そうそう、いろいろ大変なこともあって、今後の配信でね、至らぬ点があると思うんですけれども、できましたら皆さん見守っていただいて、くださるといいなと。で、こういうのがあって、ちょっとね、危なっかしい子育てだらーって心配になって不安にドキドキさせちゃうと思うんですけれども、頑張ってるなって見守ってもらって、で、コメントとかはどんどん受け付けます。できればね、そんなに、手厳しいのは結構へこんでしまったりするので、ちょっと柔らかにマイルドなコメントいただけたらなと思うんですが、で、ちょっと気に入らないとかわざわざコメントしなくてもいいと思うのでね、あ、お前の動画好き嫌いとかあるとは思うんですけど、あえてね、嫌いな人に嫌いって言う必要もないと思うんですよねってね、そう、なんかね、わざわざね、コメントでね、もうあなたの動画なんか見ませんとかで、いや、言わなくてもいいし、見てって頼んでもいないので、よろしくお願いします。そんなにカリカリしないで、なんかみんなもっとね、それでなんかマイナスにお互いがなることはないと思うんですよ。その方もこんな動画見て、あー、腹が立つって言って、その人に嫌なコメントをね、強いコメントを投げかける、もらった人もやっぱり嬉しくないじゃないですか。これ両者がマイナスマイナスで何のいいことも全然ないので、まあ、あれちょっと自分に合わない動画だわって言ったらパッと見なきゃいいだけの話なんで、うん、それだけなんでね、なんかどっちかって言ったら、見たら、いや、なんか元気になれたコリンゴさんみたいな人もいるから私も頑張れるみたいな感じで見ていただけたらいいかなと。それでね、確かにね、子育て、初めての子育てなんでね、また49歳で新米ママなんだから許してよとか言うと、言い訳だとか言われちゃう、それも厳しいんですけれども、まあ、それ見てもらって危なっかしい子育てあると思うんですけど、今後ね、そういうコメントが来るからどうしよう配信と思ったんですけど、自分の記録としては残していきたいので、いやいや、ぜひよろしくお願いしますよ皆さん。そんなもうちょっと温かく思って、いや、でも本当ね、もらってるコメントは応援の方が多いのですっごい嬉しいです。で、特になんかなんかちょっと言われるとすぐにコリンゴさんなんか言うわみたいなことをね、コメントでも言われたんですけど、そういうコメントアンチとは思ってないです。あれ、おっぱい飲んだのにうんうん言ってますね、誰かさんがね。あ、また寝ちゃいましたか、はい、はいはいはい、そうなんでね、結構どうしたらいいんやねんっていうような体調があるんですけれども、おお、あら、また寝ちゃったかな、大丈夫ですか、はい、そうかそうか、じゃあベビーちゃんが泣きましたので、私も喋ると長くなって、またね、視聴者の皆さんに赤ちゃん優先とか言われちゃうんですけど、もちろん赤ちゃん優先です。おー、大きな首して眠いんです、あ、寝ちゃった、そう、もちろん赤ちゃん優先なんです。で、どうしても配信してると配信が優先って見られるかもしれないです。そんなこと全然なくて、配信なんて本当に10分20分の動画とかなんでね、その他の時間はもうべったり赤ちゃんなので、うん、
なるべくこの配信してる動画で自分もハッピー、見てくださってる方もハッピーってなったら、うわ嬉しいなと。なぜかね、あのマイナスのコメントがついちゃって嫌な思いさせてしまってる場合は本当申し訳ないんですけれども、で、あの YouTube 配信なんかしてる場合かっていうコメントに関しては、ママも楽しいことをやりましょう、私はこうやって配信することで皆さんとつながりたい、家でこもって赤ちゃんのお世話してるけれども、それでもみんなとつながりたいということで、めげずに配信していきます。じゃあ Amazon のギフトバッグもらったので、いい感じでよかったね、もらいましたよ。はい、じゃあ今行きます。ということで皆様、また次回の動画でお会いしましょう。またー。